さっさと脱げよブス。びちゃびちゃでかわいそう。ブス度マシマシじゃん。さーて、おブスな顔を拝ませてもらおうかな。僕は超美人地味系女子の素顔。二人ともおはよう。彼女の名前はあかり。ここ虹の森高校に通う1年生。朝から騒がしいやつそれがあかりちゃんのいいところだと思うよ。彼女は愛、そして緑。あかりのクラスメイトでとても仲良しな3人ですが、実は彼女たち魔法少女なんです。それより聞いた、今日転校生が来るんだって。私は興味ない。もう愛ちゃんほら席つけ。来た来た。知ってる生徒もいるかもしれないけど、今日から転校生が来てるぞ。ご両親の都合で転校してきたそうだ。みんな仲良くしてやってくれな。友達たくさん欲しいです、よろしく。友達たくさんだって、私たちも友達になれるかな。緑はああいういかにもカースト上位なタイプ苦手でしょ。そんなことは。それじゃあ席は緑の隣空いてるな、そこでいいか。え、緑っていうの、よろしくね。よろしくお願いします。決裂。あの子もうみんなに溶け込んでるね。周りに人がたくさん。ああやってつるんでないと不安なんでしょ。もう愛ちゃん、なんでそんなことばかり言うの。ん、あれ緑、あいつに捕まってるじゃん。あれ緑じゃん。私ら昼ご飯食いに行くけど一緒に行く？あんたパッとしないしさ、私らといたら垢抜けんじゃない。隣の席のよしみで誘ってあげるよ。ありがとうございます。でも私お昼はお友達と約束してるから。は？断んの？ごめんなさい。ふーん、じゃあさ、断る代わりに一個お願い聞いてくんない？はい、私にできることなら。みどりちゃんお待たせ、トイレ混んでて。ん？みどりいないじゃん何笑ってんのあいつら。ごめんなさい、お待たせしちゃって。あっさーい。ちょっと時間かかりすぎじゃない？購買すごく混んでて。言い訳すんの？ごめん。ねえ、あんた緑に何させてんの？緑が購買行くからついでに頼んだだけじゃん。ねえ、都合いいこと言ってただ単にパシってるだけじゃん。私は大丈夫だから、ついでだったからね。ほら、本人がこう言ってるんだしさ、外野は黙っててくんない？運動。二人一組だぞ、さっさと組め。二人か、いつも三人だとこういう時大変だわ。私他の子と組んでくるよ。あかりちゃん、ありがとう。緑、私と組もうよ。そっち一人余るっしょ。あんた今度は何考えてんの？友達として誘ってるだけじゃん。本当に友達なの？そうだよ。ほら、今日もお昼買ってきてくれたお礼にさ。それに緑運動苦手なんでしょ。ちゃんとペース合わせるから任せなって。緑行かなくていいよ、何されるか。大丈夫、私二人みたいに運動できないし、いつも迷惑かけちゃうから。みどりちゃん。振られたね。ほら行こう。いた。わざわざ乗っかってあげてるのに硬すぎじゃない？ほらほら頑張れって。でも私軽すぎて意味ないかな。何してるの？何って柔軟してるだけじゃん。めっちゃ硬くて腕で押すだけじゃ無理なんだもんね。緑、そんなことしても柔らかくならないよ、やめて。そうなの？ごめんごめん。謝るなら私じゃなくて緑ちゃんに。あかりちゃん大丈夫だから、二人に迷惑かけられないしね。ほらね、あかりは自分のペアのとこ帰りな。
ちょっとバレーもできないの？球取るだけじゃん。頑張ってレシーブしなよ。せっかく私らが練習付き合ってやってんのにさ、陰キャでブスで運動もできないとかマジ救えないよ。いい加減にしな。は？また来たの？大人数で寄ってたかってあんたたち最低だよ。そもそも二人一組のはずなのになんで5人もいんの？大人数で練習した方が効率いいじゃん。緑だって賛成したよ。緑？大丈夫、本当に大丈夫だから。緑ちゃん心配だよ。こうなったら魔法の力を使ってでも。でも悪魔でもない普通の人を傷つけるなんて。あんなひどいことができるんだよ。あいつはもう普通じゃない。とりあえず先生に。あれ火だよね。まさか緑ちゃんに火をつけようとしてるの？あいつらこんなことまでするなんて。こうなったら。行くよ、あの火を消して。変身。今日寒いじゃん。私が温めてあげるよ。やめて、やけどしちゃう。遠慮すんなって。あんたみたいなブスはさ、顔焼いたくらいでちょうどいい。はぁ、あ、何この水。誰だよやったやつ。大丈夫？平気平気、水も滴るいい女ってね。ほらブス、お前も脱げよ。メガネ取ってそのブッサイクな顔拝んでやるわ。あ、嘘、めっちゃ可愛いじゃん。全然ブスじゃない。どこがよ。ブスがメガネ外したからそう見えるだけでしょ。お前も調子乗ってんじゃねえよ。私に謝る。ふざけんな。え、ふざけてんじゃねえぞこれ。こっちが元に出てるやつに乗りやがって。あ、いや何って。ブスはてめえのボケ。その分厚い化粧剥いでやろうが。あ、なっていうかよ、お前その顔で何が水も滴るいい女だよなあ、おブスちゃん。はあ、私のどこがブスだって。ほら鏡貸してやるから見てみろよ。あ、メイクがブッサイクで笑っちまうな。そのつら写真に収めて教室にばらまいてやるよ。やめ。確かにあの顔はね。あんたたち何笑ってんだクソ。まお前らも同罪だろうが。お前らにも同じことしてやろうが。あ、ごめんなさい。あ、やっちゃった。あの子のヤンキー血筋忘れてたわ。みどりちゃんなら心配なかったね。翌日。みどりちゃん見てたよ、無事でよかった。さすが母親が元ヤンなだけあるわ。恥ずかしい。みどりさん。え、またみどりちゃんに何かする気？違います、こちらお詫びの品です。いらないよ。は、焼きそばパンじゃお気に召さなかったですか？あれどういうこと？よかったじゃん、子分ができて。よくないよ。本日の結果、ヤンキー解禁。お金がないのはかわいそう。お金持ちを自慢する女の子でね、昨日は家のプールで。愛ちゃんまた男の子に声かけられてたね。どうでもいい。あはは、愛ちゃんらしいね。おい見ろよあの子、顔かわいい。俺ちょっと好み。ちょっと金子の言うこと聞いてる？あーごめんごめん、なんだっけ。何あの子、ムカつく。さっきこの教室に入って行ったけど同じ学年だったのね。あ、いた。愛ちゃん今日はお弁当なんだね。今月は生活費が厳しいからできるだけ作ろうと思って。聞いちゃった。あの子貧乏なんだ。贅沢な食生活。愛ちゃんのお弁当いつも美味しそうだよね。うんうん、すごくお料理上手だよね。別に必要だからやってるだけだよ。そうそう、貧乏だから作ってるだけだよね。誰あんた。はぁ、金子のこと知らないの？隣のクラスのお金持ちで有名な子かな。へぇ。こいつどこまでもイラつくやつ。まあ貧乏は心も狭いからしょうがないか。金子は心が広い。
許してあげる。そうですか。そのお弁当も庶民臭いし、比べて私のお弁当はシェフが作ってくれてるの。ほら、スポテリマリネ甲殻類のジュレとウニのクリームを添えて、ルーアン酸カモムネ肉のボンアレハスカップを加えた赤ワインソース。あ、呪文？すごい、まるでコース料理みたい。これって全部食べきれるの？無理だけど、金子小食だし。でもシェフが金子のために作りたいって言うから。食べ残したら捨ててるってこと？もったいないな。男の子も貧乏弁当よりフランチの方が好きだよね。え、そうかな。好きだよね。好きだよ。ブランド品自慢。そういえば愛ちゃんっていつも同じピアスしてるよね。お気に入り？ああ、これは。うっぷー、何そのピアス、金子のアクセと全然違う。ほら、おお、すごくキラキラしてる。パパに買ってもらったロレックスの時計で、こっちはカルティエのネックレス。いくらするかわかる？知らない。実は30万。すごい、そんなに高いアクセサリー初めて見た。あんたたちは買えないもんね。まあ一回使うと飽きちゃうんだけどね。なくすことも多いし。物持ち悪すぎ、高級品なのに。で、あんたのピアス古臭いけど、いつ買ったの？もしかして骨董品？別に。何その態度、もしかして嫉妬？まあ貧乏はこんなアクセ買えないだろうし、しょうがないか。ちょっと、そんな言い方ひどいよ。本当のことじゃん。かわいそうに。金子がブランドものピアス買ってあげようか？いらない、これ気に入ってるから。女子高生にもなってブランド品持ってないとか、社会に出たら恥ずかしいよ。うるさ、こっちは静かに過ごしたいのに。ねえ、みんなもブランドもの持ってた方がいいよね。え、まあその方がお姉さんな感じはするような。大人ってかな。だよね、大人ね。愛ちゃん大丈夫？金子さん最近よく会いに来るから。金子ちゃん愛ちゃんのことが大好きだよね。そんな行為いらない。でもあんなに絡まれてひどいことも言われて。別に、あいつはあいつで私は私だし。何をクールぶっちゃって、本当は私のこと羨ましいくせに。こうなったら。有名人と別荘自慢。え、別荘？うん、新しくカラオケルーム作ったんだ。シアタールームで映画も見れるし、室内プールもあるよ。それ本当に？すげえ、さすが金持ち。あいつまたうちの教室に入り浸って。なんだか賑やかだね。いつものでしょ。あははでね、今度の日曜、貝崎健人が別荘に来る予定で。貝崎健人ってあの俳優の？芸能人が家に来るなんてすごい。パパの友達なの。日曜にうちに来たら会えるかもよ。俺行きて、貝崎健人に会ってみたい。俺もあなたたちもおいで。え、私たちも？いいの？じゃあ愛ちゃん一緒に水着買いに行かなきゃね。はあ、しょうがないな。あ、ごめん、愛ちゃんはダメ。え？愛ちゃんがいると楽しくないんだもん。ノリ悪いし、貧乏臭いし。ねえ、みんなもそう思うよね。俺はみんなでいる方が、ねえ。は？微妙な空気、めんどくさいな。私はいいよ、二人で行ってきな。プールもカラオケもどうでもいいし。でも、愛ちゃんだけ置いていくなんて。今思い出した、日曜日はもう予定があったんだった。そうなの？バイト入ってた、だから楽しんできて。わかった、お土産たくさん持って帰ってくるからね。うん。みんなで過ごさない休みって久しぶりかも。はあ、ああ言っちゃったし、本当に短期のバイト探そうかな。どうせ暇だし。わ、このバイトいいかも。迷惑をかける自慢。で、ここがリビング。おお、すげえ、天井高
広。見ろよ、暖炉もあるぞ。おー、小ぶりだけどしっかりした暖炉だね。これで小ぶりなの？基準がわからないよ。あら、頼んでいたシェフかしら。ここがバイト先か。え？お皿、下げるね。ありがとう。まさかこんなところでアイちゃんと会えるなんて。出張シェフのサポートだっけ。本当に偶然、こんなこともあるんだね。そうだね。でも、ちょっと面倒なことになったな。あ、ちょっと、そのお皿高いんだから気をつけてよね。あんたじゃ一生弁償できない額なんだから。やっぱりこうなる。はぁ、疲れた。料理を出してくるから片付けよろしく。はい、さっさと仕事終わらせて帰ろう。火の元栓大丈夫、換気扇もよし、あとはシェフに報告。そう、火の後始末を忘れてみんなの前で怒られる。みじめね。金子ちゃん、どこ？今行く。ねえ、変な匂いしない？そういえばなんだか焦げ臭いような。焦げ臭い？あ、まさか。あ、これって火事？マジかよ、すぐ外へ。先に行ってて、私はこれで。そういうことか。気をつけてね。火事ってなんで？そんなつもりは。よし、変身。水よ、天が降り注ぎ炎を消し去れ。どうしよう、パパに怒られる。どうしよう。消防車まだなのか。おい、あれってゴール、あそこだけ。アイちゃんの魔法だ。雨で火が消えていく。本当によかった。もう心配ないね。アイちゃんさすが。で、どうして火事が起きたわけ？知らないわよ、私は何も知らないんだから。本当に？金子ちゃん、さっきから様子がおかしいよ。本当は何か知ってるんじゃないの？知らない、私のせいじゃないもん。キッチンの火のせいだもん。はおい、どうしてキッチンの火が原因だって知ってるんだ？それってつまり…違うの、火をつけっぱなしにしたのは私だけど、元はといえばこいつが。私がなんだって？あんたが私より目立つから。だからいけないんだよ。何それ、もしかして私に罪をなすりつけようとしたの？お金持ちが羨ましいくせに、貧乏のくせに。羨ましいかどうかで言えば羨ましいんじゃない？うちお金ある方じゃないし。アイちゃん、でもあんたの自慢は親のお金、あんたが稼いだものじゃない。親の金で自慢するようなあんたはちっとも羨ましくない。そんなそれにね、本当の金持ちは自慢なんてしないよ。ん？どういうことよ。明かりの家で仕切り直せる？せっかくみんな集まってるわけだしさ。もちろんいいけど、私の家でいいの？明かりの家がいいんだよ。わかった、任せて。なにこれ。すげえ、金子ちゃんの別荘よりはるかにでかい。テンション上がってきた。知らなかったでしょ、あかりがお金持ちだって。人気が欲しくてお金持ってる自慢して迷惑かけて、ダサすぎ。そんな。ねえみんな、私の家の方が。うわ、庭広くね。サッカーしていいか？もちろん。ねえ、でもねえ、なんで？また一週間が始まっちゃう。課題、やだな。月曜日が一番憂鬱だよね。あ、アイ、昨日のあれ、かっこよかったぜ。別に。やっぱ、クールって、いい。アイちゃん人気者だね。どうでもいい。本日の結果、クール美女の勝利。
自慢ばかりしてくる先輩、襲来。みどりちゃん、帰ろう。あ、ごめんね。今日は委員会の仕事があって。あ、そっか。みどりちゃんって図書委員なんだっけ。うん。元気ないけど、どうしたの。え、そうかな。何かあったなら聞くよ。だって友達だもん。あかりちゃん、実はね、委員会の先輩に苦手な人が。みどりちゃん、迎えに来てあげたよ。委員会一緒に行こう。先輩。サバサバ自慢。今日はポップを作ってね。内容は今月のおすすめの本で、これ本の一覧、よろしく。あとはこれを書いて色ペンで飾ったら見ている人も楽しいかな。みどりちゃんって本当にトロいよね。え、それすごい時間かかってるし、本のタイトル書き写すだけじゃん。ごめんなさい。こういうのつい凝っちゃって。この前も書家整理に2時間かかってたよね。いちいち本を番号順に並べ直してさ。そういうトロい人って苦手なんだよね。イライラしない？ごめんなさい。ああ、傷ついちゃった。ごめん。そんなつもりはなくって。私サバサバしてるじゃん。ついズバッと言っちゃうんだよね。あはは。飾らないのは素敵なことだと思います。サバサバしてるのも大変なんだよ。彼氏自慢。掃除とかだる。みんなでやれば早く終わりますよ。面倒。彼氏が待ってるのに。そういえばみどりちゃんって彼氏とどれぐらい連絡取ってる？え、彼氏ですか？私の彼氏、早く LINE の返事くれってうるさくってさ。私彼氏いないので。みどりちゃん彼氏できたことないの？妹女ってこと？先輩声が。私ですらいるのに。高校生にもなって彼氏いないとか逆にレアだよ。あはは。そういうの疎くて。先輩はいるんですね。素敵です。そう？そういうのっていない方が楽だよ。そうなのかな。私は憧れるな。好きな人と思いを通わせるって人生で何度もないことだから。マジで面倒だって。豆な連絡とかデートとか、今週末もそれで埋まってさ。え、じゃあなんで付き合ってるんだろう。まあ私は好きじゃないんだけど、どうしてもって言うから付き合ってあげてるんだよね。そうなんですか。彼氏さんちょっとかわいそう。ちょっとそこ、ちゃんと仕事して。はい、ごめんなさい。先輩、掃除しないと。でさ、この前もデートの帰り道、彼氏が離れたくないって。早く帰りたいよ。体調不良自慢。ちょっと、ちゃんと掃除してよ。ごめん。今日は休憩させて。昨日あんまり寝てなくてフラフラするんだよね。めまいが。大丈夫ですか？体調悪いの？そうだったんだ。掃除せかして申し訳ない。みどりちゃんの分の仕事して徹夜しちゃってさ。私の分？そうなの？仕事を代わってもらったの？そんな仕事なんてあったっけ？もしかして私が見落として。図書委員会の月報を作らないといけなかったでしょ？大変だったんだから。月報？あれは私がやる予定で持ち帰って。それなら仕方ないな。明日はやってね。はーい。あと、今度から自分の分の仕事は自分でやってね。ごめんなさい。あの、月報って私がやる予定じゃ。だってみどりちゃんトロいんだもん。まだ完成してないんでしょ？それは。今朝私が委員長に提出しておいたから、安心して。そんな。応募。ちょっと大丈夫？顔が疲れてるよ。うん、大丈夫。最近、委員会の後は元気がないよね。例の先輩が原因かな。よし、こうなったら。みどりちゃん、日曜日って暇？日曜日？うん、空いてるよ。じゃあ遊びに行こうよ。今週は近くの水族館の入館料が割引なんだって。水族館。いいじゃん。確か動物と触れ合いもできたよね。触れ合い、ペンギン、
イルカ。うん、行きたい。よかった、ちょっと元気が戻ったみたい。みどりちゃん、日曜日空いてる？どうせ暇だよね、ちょっと付き合ってよ、彼氏がさ。先輩。もしかしてこの先輩が例の？あのごめんなさい、日曜は予定が。え、先輩が誘ってあげてるのに断るの？そんな言い方ないよ、こっちが先約なんだから当たり前だよ。いくらなんでも横暴すぎ。はあ、後輩のくせに生意気なんだけど。そういう礼儀のない子嫌い。どっちの礼儀がないんだか。あ、愛ちゃん落ち着いて。あ、わかった、本当は私のことが羨ましいんだ。え、だって私モテるし彼氏もいるし仕事も早いでしょ、だからよく嫉妬されるんだよね。比べられるのが嫌だから一緒にいたくないってことじゃないの？そういうわけじゃ。まあ仕方ない、日曜は譲ってあげる。来週は開けといてよ。嵐みたいだったね。うざ。水族館なんて久しぶり。ペンギンさんの触れ合いコーナーってここだよね。うん、でもプログラムが始まるまで20分もある。時間あるし飲み物でも買ってこようかな。あ、私も行く。私は場所を取っておくね、せっかくの一番乗りだし。みどりちゃんありがとう。みどりちゃんの分も買ってくるからね。最近委員会で忙しかったから二人と遊べて嬉しいな。ペンギンと触れ合いが終わったらどこに行こう。あれ、みどりちゃんじゃん。先輩。みどりちゃんの好きな抹茶ラテあってよかったね。あ、あれってのんきに魚なんか見よって、海の藻くずになりやがれ。悪魔、みどりちゃん呼んでくる。いや、その前に悪魔を見失うのが一番やばい。わかった、変身しよう。先輩、どうして？今日はたっくんとデートなの。あ、紹介するね、この人が私の彼氏。どうも。はじめまして。あー、私喉が渇いちゃった。何か買ってきてやるよ、いつものでいい？いいの？ありがとう。こんな気遣いができるなんてさすがたっくん。かわいいやつ、行ってくる。あれ、先輩いつもと違うような。うちの彼氏イケメンでしょ、欲しい？でも無理だよ、私にぞっこんだし。いえ、欲しいとかそんな。見え張らなくていいよ、本当のこと言いな。ほらほらほら。やめ。お前らなんかに捕まらないよ。しまった、そっちは触れ合いイベントでもうすぐ人が集まるはず、その前に何とかしないと。ごめんごめん、転んじゃったね、本当にドロいんだから。うぜんだよてめえ。え、てめえにもてめえの彼氏にも興味ゼロなんだよ、むしろ好感度はマイナスだっつーの。だいたい頼んでもねえのに仕事かっさらったり、何様だ。あれはあなたがドロいから。サバサバしてるから何言ってもいいだ。サバサバってそういう意味じゃねえや。お前はただの自意識過剰の勘違いクソ女だ。先輩になんてことを。もう逃げられないよ。クソ、俺としたことが。行くよ、アイちゃん。水よ、火のものを拘束せよ。火よ、私に力を。なんて生意気なやつ。やるならかかってこいよ、私に勝てると思ってんのかよ。あんた、まさか。あ、超能力者。え、超能力者って何のこと。先輩相手に切れちゃって顔合わせづらいよ、失礼しま。だから月報はどこだって聞いてんの。私の机には入ってなかったし。本当にやったの？それは、あっ、やー！
ってきました。今月分の月報、まさかみどりちゃんがやってくれたの？あいつ嘘ついてたんだ。ちゃんと話聞かなくてごめんね。みどりちゃん？本当なんだって。みどりちゃんは超能力者なの。危険なの。はあ、何言ってんの。信じてってば。超能力者ってもしかして私が魔法少女ってバレちゃった？ちょっとみどりちゃん、おーい。どうしよう。本日の結果、超能力の大勝利。はあ、眠。やっぱり朝早いのは苦手だよ。でも顔洗って学校行かなきゃ。愛ちゃんとみどりちゃんが待ってるし。何この数字。戦闘力が可視化されるとどうなるのか。おはよう。うわ、お前も数字出てる。やっぱお前もかよ。みんなの頭の上にも数字が出てる。この数字何なんだろう。朝起きたら突然浮かんでたんだよね。見た目だけで触れないっぽいし。何かを表してる数値なのかな。何かって何の数値。私が一番多くて、愛ちゃんとみどりちゃんが少ないものってことだよね。予想しようにもサンプルが少なすぎてわかんないって。ちなみにうちのバーヤとジーヤは16だったんだよ。ジーヤとバーヤってあかりの家の使用人でしょ。確か結構な高齢の。っていうことは年齢じゃないよね。年齢だったらあかりは200歳になっちゃうしね。私そんなおばあちゃんじゃないよ。あかりが多いってことは赤点の数とか。違うもん、200個も赤点取ってないよ。赤点の数だったら愛ちゃんはゼロじゃないかな。確かに緑も赤点は取ってないし。ねえってば、聞いてよ。絶対に赤点じゃないって。この数字の意味分かったぞ。これ戦闘力なんだって。なるほど、戦闘力か。よかったね。だから言ったでしょ、赤点じゃないって。あかりの戦闘力は200ってことか。確かにあかりはバカ力だし納得。あかりちゃん運動神経いいもんね。すごいな。えへん。でもなんで突然戦闘力が見えるように。さあ、でもこういう変なことが起こるってことは原因は大体悪魔？それか魔法道具か。後でマネージャーに聞いてみよう。うん、悪魔なら倒す必要があるし。おい、俺の言うことが聞けねえのかよ。協力。なあ、熱しおごれっつってんだろ。ちょっと交番に行ってパン買うだけじゃねえか。安いもんだろ。なあ。でもそれってパシリじゃ。僕今月はお小遣いが。はあ、断るっつうのか。痛い目見たいのかよ。見ろよこの数字をよ。176と68、どっちが強いのかわかるよな。俺お前の倍だぜ。いいのか逆らって。やめなよ、困ってるじゃないか。はあ、何喧嘩売ってんの。そういうわけじゃない、ただ人を困らせるのは。つかお前112じゃん。それで喧嘩売るとかやるね。ええよ、俺に殴り合いで勝てるならな。でもさ、どっちが勝つかなんてわかるっしょ。あかりちゃん、やめなよ。あ、今度はなんだよ。そういうのよくないよ。クラスメイトなんだから仲良くしようよ。はあ、何甘えたことを。って、おっと、こいつの数字200だと。俺より高いじゃねえか。ああ、いや、これは違うんだよ。ほら、こいつを守るためっていうかさ、俺たち仲いいよな。なあ。今のは守ってないでしょ、傷つけようとしてたよ。ちっ、めんどくせえやつ。だってせっかく力があるんだからよ、使わないなんてもったいなくね。お前もそう思うだろ。思わない。力っていうのは人を傷つけるためにあるんじゃないよ。ああ、もううるせえな。こんどけよ。あかりちゃん。あかり、ん。このくらいの差なら勝てるかもしれねえな。協力。愛ちゃん、どうしよう。先生呼んでくる。そうしたいけど、でも下手に動いたら目をつけられて火に油を注ぐことに。ほら立てよ、
かかってこいよ。お前を倒して俺はもっとでっかい数字に。なんでどうして机が浮いてるんだ。あれは悪魔。まずいって、なんで教室に。人間いっぱい。なんだったよ。ナスカ。待って、そうはさせないよ。あ、なんだよ、逃げてねえ人間もいたのか。バス、お前らから食ってやる。あかりちゃん、今なら変身しても誰も見てないよ。みんながいない隙に倒してやるんだから。魔法少女の姿の方が戦闘力は高いってことか。魔法の力って強いんだね。みんな来るよ。お前らは俺が。やれるもんならやってみなって。水よ、かのものの動きを封じよ。風よ、あかりちゃんの炎にさらなる力を。火よ、くらえ。オーストラパンチ。急に静かになったな。一体何があったってんだよ。行ってみるか。なんだよ、何もねえじゃねえか。おいおい、お前ら驚かせるんじゃねえよ。つか何その格好、コスプレ。ウケる。おい、聞けよ、無視すんじゃねえ。あ、いいんだよ、てめえ。てめえ、お前性格変わって。いや、俺に勘つけるとか何様だ。やる気か。みどりちゃん、なんでいきなり元ヤンモード。うっせえぞザコ、耳元でピーピー騒ぐんじゃねえ。うっせえって。ガンつけてんのはてめえだろうがよ。さっきあかりちゃんを傷つけようとしただろ。絶対許さねえ。はぁ、てめえ俺に勝てると思って。ゴーク、今さらおじけづいたのかよ。無駄だっつーの。ちなみに、あかりとみどりに喧嘩売るなら私も買うけど。え、こっちもゴーク。二人を傷つけたりしたら許さないからね。もうみんな大げさだよ。彼もそういうつもりじゃないよ。でしょ。もうしません、許してください。あれ、いっちゃった。解決。ごめんなさい。魔界の影響で現実世界が一時的にバグってしまったようで。もうしっかりしてよね。おかげでこっちは大変だったんだから。魔界もバグとかあるんだ。ちゃんとこちらで記憶の後処理はしておいたので。そんなこともできるんだ。じゃあ、あの数字のことはみんな覚えてないのかな。はい、そうなります。ま、魔法少女を見られちゃったし、その方が嬉しいかも。あ、ああ、なんだ、体が勝手に震える。ごめんなさい。なんであんなに怯えるんだろう。私何かしたかな。あいつ、あかりたちにガンつけられたこと実は覚えてるの。え、でも記憶は消したんじゃなかった。え、そのはずですが。ってことは体に染みついた記憶ってこと。怖。本日の結果、戦闘力で勝利？チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あなたも魔法少女になろうよ。